まず設問なんですけども、何を広告しているのか、そして特別セールの開催期間はどのくらいですか、そして特典を受け取る方法はどうすればいいんですかってことを聞く設問が多いです。もちろんこれだけじゃないですよ。設問には必ずかなりのバラエティがあります。ただ、よく出るっていうか、このうちの1つ2つは毎回出るよねっていうのはこれですね。で、英文で流れてくるのは、まず最初に広告物が流れてきます。何を広告しているのかってことですよね。そして、私たちが今こう紹介しているこの広告物のスペックはとか言って語るんですよね。例えば、カメラがすごい安いよとか、いつもよりも50%オフだよとかね。で、まあ、例えば、そのカメラに興味ある方は、デモンストレーションに来てくださいとか、ウェブで注文してくださいとか、あるいはまあ電話くださいみたいな感じで、僕らこれ専門用語でオファーって言うんですけど、オファー投げるんですよね。だから、こういうふうにして反応してくださいねってことですね。つまり、例えばこんな感じ。今日はジョージア、エメラルドマウンテンのコーヒーをご紹介させていただきます。このコーヒーは他のものよりも糖分が少なくて、ダイエットにもいいと。さらにカフェインの量がだいたい1.2倍になっているので、大体とは言うらしいですね。カフェインの量が1.2倍になっているので、朝に飲まれると、何て言うんだろう、気持ちよく会社に行くことができると、目が覚めて。で、なんと今なら先着1000人に限り、このコーヒーを20円引きで、販売しようと思っています。もし興味ある方は、店頭にお越しください。っていう感じですか？広告物はエメラルドマウンテンコーヒーで、スペックは、例えばダイエット糖分が少ないとかね。もう一つは、カフェインの量が1.2倍ですと。で、しかも先着1000名が20円引きでこのコーヒー買えるよ。そういうオファー投げるわけですね。で、これが欲しい方は、お店に来てね。っていう話ですね。そういう感じ。まあ、これが基本、広告の基本ですね。